セクシー女優の天然アイカップ桃園れなです。お願いします。なんか逆に脱がない撮影ってのがあんまりないので、初めての撮影なんで、おしゃれな撮影すごい楽しいです何か逆にそう、脱がない、いつもなんか裸でちょっとそういうことするのに慣れすぎて、服着てるのに慣れないんで、ちょっとポーズいつもと違う感じで悩みました。本当のこと言うと、家でウーバーイーツして映画見たいですインドア派です。だからそう、なんかそう、家でいろいろ食べ物買って映画見て、なんかそれでも楽しい人がなんか本当に好きな人だなって思うんで、本当にいろいろ極めた結果、私の最強デートはそれです。ダルギーでコンビニに行きたいです。東京関係ない映画何でも見るんですけど、最近今更ビバン見てます。地面師とか流行りどころ全部見て、洋画だとクリストファー・ノーラン監督のが好きで、クリストファー・ノーラン監督のは結構見ました。はい、メメント、一番好きなのがインセプション、インセプション一番好き、最近よかった邦画だと素晴らしきこの世界っていう、誰、役所広司さんでしたっけ。そう、あれめっちゃ良かった。なんかああいう結構闇深い系、どうしようもない感じのおじさんの一生生涯を描いた、最後めっちゃ泣けます。東京で好きな、ただ私あんまりちょっと可愛くない場所しか行ってなくて、六本木とか恵比寿とかしか行かないんですけど、でもよく行く、歩くのは中目、代官山、恵比寿とかはなんかよくブラブラ歩くんで、なんかその辺でなんかたまにおしゃれなご飯屋さんとかレストランとか見つけて、そこを行くのは好きです。飲みます何でも飲みます。ワイン、シャンパン、日本酒、ビールはあんま好きじゃないけど、ご飯に合わせて何でも好きですね。ヴィンテージが好きですね。一番好きなご飯屋さんはどこ、何だっけな、赤っていうスペイン料理屋さん、日本一だと思います。日本一のどこにあったかな、そう、赤っていうスペイン料理屋さんがめっちゃ好きです。友達結構好きな子多くて、その影響で聞いたりするんですけど、あんまりストリートファッションとかあんましてこなかったから、でも憧れはあります。なんかそういうの、女の子、そういうファッションしてる女の子とか男の子とかかっこいいなと思います。全然友達そっち系多いです。もうね、タトゥーみたいな、全然大好きですいやー、私言ってもマシュマロボディが売りなんで、あんま何もしてないんですけど、でも一応撮影前にはエステとか肌の管理のクリニックとか美容針とか一通りはいつも撮影前は行ってます。やっぱりおっぱいとくびれ、お尻です。最初大学生の時に3本だけ出て、で
その時結構ノリで3本出て、でそのまま延長せず就活して、不動産の会社で経理で勤めまして、2年で、ちょっとおもんないなと思って今この世界戻ってきて、4周年、もうすぐ5年目です。あ、大学の時もうほんと最初ノリでした。スカウトされて、でずっとグラビアやりたくて、自分の体に自信あったんで、でまあグラビアと思ったらこっちだったみたいなでまあいっかと思って、だけど何でもやっちゃう、好奇心旺盛で何でもやっちゃうんで、ちょっとやってみました、ノリで。そうで最初バレないと思ってて、やっぱ私そう10代の時はそういう作品をあんま見たことなかったから、あんま見ないもんだろうと思って、でバレないと思ったら、デビューして1ヶ月後に大学全員知ってて、大学全員どころか結構有名なマンモス校だったんで、周辺の大学のコラマでも全員知ってて、やっぱ関西でレアなんで、こういう職業東京だといっぱいいると思うんですけど、とかすごい有名人になっちゃって、最初焦ったんですけど、途中が気分良くなってきて味しめてました。そう、また同じ、ずっと同じ事務所なんですけど、その大学の時に辞めた やってた事務所にもう一回やりたいですって電話して、同じ事務所同じメーカーでもう一回再デビューで、後々ネットで自分の名前調べたら、なんか伝説の爆乳美少女みたいな、復活希望みたいな記事がいっぱい出てきて、だからこんな私なんかこの世界で認められたやと思って、じゃあもう一回どこまでできるかやってみたいなと思って、で案の定みんな喜んでくれてよかったです。私お仕事全部受けさせていただいていて、もらったのは何でもやろうと思ってて、結構もともと人見知りっていうか、あんま人と表現するの自分の苦手なんで、殻破りたくて何でもやってて、バラエティとかもあんまり、バラエティとか今結構女優さんでもアイドル売りみたいな方多いじゃないですか。でそれおもんないなと思って、言うてもセクシー女優なんで、アイドルとかとグラビアアイドルと同じことやってても、いや言うてあんたセクシー女優やろって思ってもらうんで、私は何でも NG なしで何でもやっていきたいし、あとそうバラエティグラビアは一番嬉しいんですけど、仕事なんか結構今なんかすごい変わったお仕事もいただくこと多くて、このもやってるのがショークラブ、銀座のショークラブでショーダンスとか、なんか和太鼓のグラビアで全裸で和太鼓やるとか、それでもレッスンちゃんと通って、同じ事務所の女の子とレッスン通って、そう全裸和太鼓して、で次12月もちょっと未知のことが、舞台が待ってて、そういろんななんかことやりたいです。はい、こっち、私がなんかこんなすごいチャンネルに出させていただくのはすごい恐縮なんですけど、いつもはちょっと裸でいろいろやってるんですけど、新しい私も見て好きになってもらえたらなと思います。お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。